アイロー皆さんこんにちは、二の舞です。以前第1弾第2弾と投稿したニコニコ動画時代のレジェンドドラマーを紹介する動画、大変好評いただきありがとうございます。今回は第3弾ということで、リクエストにもありましたベーシスト編やっていこうと思います。ドラムと切っても切り離せないリズム隊の相方、ベースということで、おそらくドラマーの人はギターの弾いてみたよりもベースの弾いてみたの方が見ていたなんて方多いんじゃないでしょうか。ということで今日はニコニコ時代のレジェンドベーシストを5人紹介しようと思います。とはいえ僕も正直そこまでベース詳しいわけではないので、完全にもう僕の好みで選抜していますが、そこはご了承ください。それでは早速行ってみましょう。ニコニコレジェンドベーシスト列伝その1、ティッシュ姫。はい、まずはティッシュ姫です。長戸ゆきの制服に身を包んだ彼女は、美しい絶対領域に可愛い萌え袖のコラボレーションで今まで生きたもの男性視聴者を虜にしてきました。しかし顔も声も映っていないため、彼女の本当の性別に疑問を呈すものが多く、投稿初期のコメント欄では常にティッシュ姫は男なのか女なのかの論争が繰り広げられていました。しかし最終的に性別は姫ということで落ち着いていたようです。もちろんベースプレイヤーとしての腕前も高かったのですが、演奏に触れるようなコメントは実際あまりなく、前述した性別についての論争コメントや、ええ足しとるやん、ヘッドホンのコードになって足に挟まれたい、などの変態コメントがその多くを占めていました。意味深に置かれたティッシュは動画を投稿するたびに一個ずつ増えていったり、演奏後に女の子になりたいという本を読んでいたり、またバレンタインにチョコレートを作って写真を載せたりと、細かいパフォーマンスで視聴者を喜ばせていました。ちなみに彼女はホームページを持っており、使用機材やタブフなどをそこに載せているんですが、そのホームページの名前はおちんちんランドです。ニコニコレジェンドベーシストレスデンその2、 DRM。 続いては DRM さんです。未来の世界の猫型ロボットを想起させるホラーなお面をかぶりながらベースを弾くその姿は、一度見たら忘れられなくなること間違いなしです。このお面は実は自作で、白い手作りお面セットのようなものに色鉛筆を使って3時間かけて描いたそうです。なおこのお面は2007年5月以降、青色から黒色になっており、そこには大人の事情があるとかないとか言われています。ベースはもちろんめちゃくちゃ上手いのですが、それに加えて独特な激しい首の動きや、かなり動き回りながら演奏するスタイルのため、キモいプラス上手いで、キマイというタグが彼の動画には毎回のようについていました。他にも首がもげそうになるぐらい常に動いているため、安定の安定しない首や止まると死ぬ男といったタグもついており、視聴者に大変愛されていたことがよくわかります。現在でも彼は動画投稿を続けているほか、ゲーム配信などもやっているみたいなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ニコニコレジェンドベーシストレッスンその3、色白。3人目は色白さんです。色白さんは今回登場するベーシストの中で一番まともな存在と言えるかもしれません。彼はその名の通り色白の肌を特徴としていました。白くて細くて長い綺麗な指が弦を弾くたびにくねくねと動く様子は謎にエロく、コメント欄でも指がエロいともっぱら多くのリスナーを魅了していました。ワービックのベースを使っていることも特徴の一つで、僕のようなベースが正直よくわからないような人でも、この特徴ある見た目と温かみのある音のベースは非常に覚えやすかった印象です。ベースの腕はもちろん高く、スラップに早弾き、スリーフィンガーやウォーキングベース、逆手弾きなど何でも一通りこなせるオールラウンドプレイヤーでした。さらに湯川専務がパッケージのドリームキャストがまるでアンプのように毎回置かれており、かっこいいプレイングとの意味不明なギャップも魅力の一つだったように思います。ちなみに湯川さん、今は専務じゃないそうです。ニコニコレジェンドベーシストレスデンその4、転校生。はい、4人目は転校生さんです。彼はベーシスト、いやベースを使うギタリストと言ってもいいかもしれません。極端に歪ませたそのベースから出る音色は4弦ギターというタグがつくほどの極太具合でした。ちなみに彼の転校生という名前は自分で名乗ったわけではなく、例のごとく視聴者がつけたパターンのやつです。その由来は、彼が動画を初投稿した際の概要欄に、初めまして初投稿です
と漢字を間違えて記載したことでした。狙っていたのか素で間違えていたのかは不明ですが、それからも彼の概要欄には必ず丸回目の投稿ですという風にしっかりと字を間違えて記載がされていくようになりました。彼は自分のベースのプレイングについて普通のベースラインを弾いているだけですという風に言っているんですが、実際はベースなのにワウペダルを使ったり、ギターのパートを弾いてみたり、キャラクターの声をベースで再現したりなどとやりたい放題で、普通どころかいい意味でクレイジーなベーシストだったと言えるでしょう。残念ながら彼は2013年を最後に動画投稿はしていないようですが、ぜひ帰ってきてほしい変態ベーシストの一人であります。ニコニコレジェンドベーシストレスデン、その後 HJ フリックス。ニコニコ動画を見ていた人なら、おそらくこのサムネイルとタイトルを見て飛びついてしまったという人は少なくないでしょう。セミロングの可愛い女の子がエッチな格好をしてベースを弾いていると思わせておいて、その正体はまさかのセミロングのおっさん。動画には釣られたというコメントがこれでもかというぐらいつきました。しかしただの釣り動画かと思ってブラウザバックしようとしたその瞬間、とんでもなくうまいスラップベースが聞こえてきて、戻るボタンを押す手を止め、最後まで見てしまったという人もまた少なくないでしょう。そう、彼はただの女装変態おじさんではなく、めちゃくちゃベースが上手い韓国のプロベーシストでもあったのです。ていうかそっちが本業です。当たり前ですが技術力はとてつもなく高く、いつしか視聴者は釣られるのではなく自らこの動画を見に来るようになります。その結果、多くの動画が100万再生を超え、逃げられなかったミリオンというタグまでつきました。動画を開くとどうしても顔に目が行きがちですが、実は肌がめちゃくちゃ綺麗な上にスタイルもいいので、彼のニコニコ大百科には動画の左上あたりで右クリックをし、 Windows のメニューを出して顔を隠しながら視聴することが初見の方向けのガイドとして記載されているほどです。しかしそこまで動きがなかった前期はそれでなんとかなっていたんですが、後期になってくるとかなり激しい動きを取り入れたり、視聴者サービスなのか下着をアップにしてあからさまに映してきたりと、変態度がどんどん増していったため、もはや小手先の技は通用しなくなってきます。しかしこの頃になると視聴者はすっかり洗脳され、可愛いというコメントで画面は埋め尽くされるようになっていきましたとさ。めでたしめでたし。はい、ということでニコニコ動画時代のレジェンドベーシスト5名紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。最初にも言ったように、僕の超個人的な趣味で選ばせていただきました。ぜひね、俺は誰々が好きだったとか、この人もめっちゃおすすめですみたいなのがあればコメント欄に書き込んでいってください。また好評だったらこういった演奏者紹介みたいな動画やっていこうと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。つまりバイバイ。